8.1ニ子シ W ハイグループ E 第3節ポルトガル0対0アメリカエデンパーク写真 A 氏ビキニ姿に驚愕クルトワの美人妻がセクシーショットを複数投稿女子ワールドカップの E 組グループリーグ最終節が1日に行われアメリカ女子代表がポルトガル女子代表に0対0で引き分けて決勝トーナメント進出を果たしたアメリカは2011年大会以来となる2位での GL 突破となった 大会2連覇中のアメリカは GL で前回大会決勝の対戦相手、オランダ女子代表と同組に。GL 初戦はベトナム女子代表を相手に3対0で勝利したが、続くオランダ戦は引き分けて決勝トーナメント進出をかけた最終節に臨んだ。最終節を前に E 組はアメリカとオランダが勝ち点4で並び、ポルトガルが勝ち点3で3位という状況。アメリカはポルトガルに敗れた場合、 GL 敗退となり得るという緊張感あふれる一戦となった。試合はアメリカが13本のシュートを放つもゴールネットを揺らせずに時間が進んでいく。同組のオランダはベトナムに7対0で勝利したため、敗れると敗退が決まる状況でスコアレスのまま後半アディショナルタイムに突入した。すると後半アディショナルタイム1分、ロングボールからポルトガルに最大の決定機が訪れる。 背後に抜け出した FW アナカペタが強烈なシュートで値千金の決勝点を狙った。ボールは GK も触れずにゴールへと向かったが、ポストに阻まれて得点とはならなかった。試合はこのまま終了。アメリカは最終盤にピンチを招いたが、スコアレスドローで1ポイントを獲得して勝ち点を5に積み上げた。一方、ポルトガルは勝ち点4に留まってアメリカを抜くことはできず。 アメリカがなんとか2位に入って GL を突破した。